やっほー。ちょっとすっぴんなんですけども、なんか iPad がね、見当たらなくてスマホでやってます。で、今日の一日を話すと、今日は3連休最終日、そう、3連休だったんだよね、実はね。ね、そう、海の日。すっぴんだよ。天王座のイベントありがとう。こちらこそありがとうございました。今日はヒアナとね、お昼ぐらいに会ったんですけど、本当にあの本当に今日大事件が起きまして、眉毛あるよ、確かに眉毛ないみたい。なんかヒアンとね、なんかお店探してて、で外で2人でこうやって立ち止まってなんか探してたの、スマホで。そしたらなんかこうやって横見た時に、この辺を歩いてるなんか物体が見えちゃって、なんか視野に入ってきた。そのそれを見てない、なんか視野に入ってきたので、なんかわかるでしょ、なんか視野の中に入ってるって、なんか何かが動いてて、あ、無事だと思ってキャーって言ったの、めちゃくちゃ叫んで、でヒアノも何何みたいな、ヒアノここにいる、虫取って、虫取ってってずっと言って、ででもヒアノ取れなくて、ヒアノが寄ってきてレベルじゃない、もうこの辺にいた。蜂が、ちっこい蜂がね、でヒアノン取って取って取ってってしてるんだけど、ヒアノンもヒアノンで怪我したらどうしようって思ったらしくて、なんかうわーどうしようみたいな感じになっててでも私もキャーってすごく悲鳴を上げたから、なんか周りの人もびっくりしてて、本当に申し訳なかったね。刺されはしませんでした。でも怖かったよ、私虫が本当に大の苦手だからちょっと怖かったよっていうお話。あ、そうだ、今日も投票よろしくお願いします。そしてインスタに今日はあのリール、あの動画をつなげてするやつ、リールをあげたので、なんかあんまリール私作ることないから、
あんまりリール作ることないので結構レア、これからどんどん上げていくと思うんですけど、そのコンテスト用のアカウントでリールのやつ載してるんで、ぜひ見てください。コンテスト用のやつにもリール上げてるんだけど、いつも使ってるあのいつものやつ、いつものインスタもちょっとまあ動画をちょっとだけ差し替えての動画載せようって思ってるので、そう、今日で5日連続投票しました。 ありがとうございます。私はもう10日連続です。リールはインスタのやつだよ。そう、手が綺麗、綺麗か、ここ怪我したの、ここね、ぜひ見てみてください。なんか擦ったなんかに、あんま覚えてない、でも何で怪我したか。最大だと11日、いや11日か、あ、じゃあ私最大だ、じゃあ11日かも。ひなこちゃんとのファンミ希望です。だって本当ですか、私のファンミ、私の本名は何するんだろうね。気づかない間に擦るのはたまにあるね。気づかない、まあ確かに気づかない間、気づかない間。ひなこちゃんのソロイベもしたい、ソロイベねしたい、なんか歌ったりしたいよね、企画したり、みんなさんが来てくださるならやりたい。あやちゃんもあの時の肌覚えてたのびっくりしたね、覚えてたね、有名じゃん、有名やん、有名。この前ヤバいやつに出されてる人多かった、本当にさヤバいやつしかいなくて、その時は本当に困っちゃって、どうしたらいいかな。なななななな、ちょっとさ松葉が落ちてきたね。電車さん乗る人か分からなかった。めっちゃ分かりやすいじゃん。白 T にメガネだよ。だから白メガネなんだよ。超分かりやすいよ。今日さ、なんかあんまり暑くなくなかった？なんならちょっと肌寒い感じあったよね。そんなことない、ちょっと暑いなっていう、間違えた、ちょっと寒いなっていう。ね、そうだよね。そうそう、過ごしやすかった。ちょっとなんかあれ、ソロイベとかやりたいよね。ソロイベとか、ソロイベやるとしたら何やろ、でもみんなが来てくれるならソロイベやりたいかも。でも何しようかねって感じだよね。うち笑っちゃうんだけど
白眼鏡って眼鏡が白いんじゃないのって。あー確かに、それはまあわかるかもしれない。違った、もう眼鏡も白にしちゃったら。お酒飲めるソロトークでいいかと。お酒飲めるソロトーク、そんなのあるの。確かにゲストも呼びたいね。まあ呼ぶとしたらみんなわかるよね、誰呼ぶか。祭り自前だよ。これからも白 T にメガネを貫くらしい。私の時は素敵。山田さん外に出さないと。確かに外に出さないと、さすがに。じゃあもしやるってなった時はぜひ皆さん来てくださると嬉しいです。宮祭りすごい。卒業してるメンバー、お酒飲みメンバー結構やってみた。あ、そうなんだ。なんか大丈夫みんな。みんなが暴れちゃったらどうしよう。土日かな？やるとしたらね、みんなの都合的にも。松葉そろそろ行く。いや、まだ行かなくかも私。待って、パソコン明日パソコン使う。お酒飲んだら赤くなる。赤くならない私。赤くならない。何せもやってたんだ。そうなんだ。そうで、なんかコンテスト用の TikTok もあるんですよ実は、アカウントが。なんかそれもね載せないと、これからどんどん。ちょっといつも以上にやっぱりインスタとかの SNS の更新を、本当に今までよりも、今までよりもっていうか今までは上げてなさすぎるんだけど、あ、それは良くないので、たくさん上げていこうかなって思うので、みんなを楽しみにしててください。ちょっとねいっぱい上げていかないと。でもみんなも投稿したらちゃんといっぱい見てください。お酒イベントはちょっとさ、どうなの、ありなの、どうなの。今日のひなのとのお出かけの時のお節は何かだった。2人とも実はメイクをしてなかったので、そうだからその2人でこういうみたいな写真は撮ってないんだけど、それともねスピンだったから、一緒に食べたものは撮った。将来は毎日欠かさずしてます。本当にありがとうございます、毎日来てくれて。撮ってないんかい。撮ってない。やっぱすっぴんだと撮らなくない。すっぴんだと撮らない。2人ともね、2人ともそうなんだよね。もうすっぴんで楽みたいな。あ、24日おめでとう、ありがとう、おめでとう。ということでランキング見ます。13位、いちごさんありがとうございます。12位、シティライバーさんありがとうございます。11位、オレンジのダッフィーさんありがとうございます。10位、はなちゃんありがとうございます。9位、ちゅうたさんありがとうございます。8位、ひろゆきにありがとうございます。7位、小池やポテオさんありがとうございます。6位、まぼろしさんありがとうございます。
4位白眼鏡ありがとうございます。ん言ってない、5位だ。5位ピンク神尾さんありがとうございます。ごめんなさい。4位白眼鏡ありがとうございます。3位総帥さんありがとうございます。2位コロネットさんありがとうございます。そして1位はダミチンさんでした。ダミチンさんありがとうございます。ダミチンさんありがとう。ということで今日はちょっといろんなことがあったんですけど、本当に切り抜きでよく見極まっている方ですね。初めて見ましただって。あ、本当ですか、ありがとうございます。見えてくださって今日はいろんなことがあったけど一日充実してました。ちょっとね今週はテストがあったり来週もちょっとテストがあったりするから頑張ります。残りも明日も授業、大変な授業が待ってるので頑張ります。それではみんな見てくれてありがとう。バイバーイ、またねー、バイバーイ。